PM10 のサロン喫茶守備。こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週も始まりました PM10 のサロン喫茶守備。メインパーソナリティの井上俊こと井上俊です。毎週土曜日夜10時から放送しています。この番組は KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りします。8月29日元気ですか？ジンジャーエール飲んでますか？こんな暑い日はジンジャーエールを飲みましょう。ジンジャーエールはカナダドライ。8月29日ということで、今日はキングの誕生日。ハッピーバースデーマイケル。マイケル・ジャクソンの誕生日です。日常マイケルの歌ダンスを見ているので、今も生きているような、ずっとそんな感覚が続いてますけど、どこかで生きているんだと、そう信じています。そう信じたいと思います。ハッピーバースデーマイケル。この間ある人とご飯に行ってきまして、久しぶりにウエスタンと食事に行ってきました。ウエスタンという人物、あまり自分は人と仲良くなるっていう、そのすぐ仲良くなれるってわけじゃなくて、まあ最低でも3年は必要なんですけど、その中でもそんな時間を費やさず、すぐ仲良くなれる、分かり合える、なんか波動が一致する人と時々出会えるのですが、その中の一人、ウエスタン。その日はステーキ屋に行って、まあ久しぶりっていうことで、前会ったのが去年の終わりかな。まあ、ああいつものウエスタンだなと思っていたんですが、やっぱり話してると、ああだいぶ環境が変わったんだな、前よりもカチッと大人になってるなと思いました。で、なんか夢の話というか、これからの将来の話も聞いたり、こんなに人生設計固まってるんだな、すごいなと思いました。こういう状況っていうことで、店はあんまり少なかったですね、人は。なので自分たちのテーブルを担当してくれたのが、その店の店長っていう、店長自ら、ありがとうございます。あまり接客をやり慣れてないのか、たどたどしい店長、かわいいっす。いろいろ話して、って言ってもそんなに口数は少なく、いつも通りの会話で楽しかったです。はい、それではここで一曲聴いていただきます。新生かまってちゃんで23歳の夏休み。
過ごしたなんて言ってもどこにも行かない予定がないからね、ないからね。僕はきっと何もしないです、しないです。一緒に起こり続け聴いていただいた曲は新生かまっちさんで23歳の夏休みでした。PM10 のサロン喫茶守備。先日一本の映画を見てきました。グッバイリチャード、ジョニーデップ主演の映画グッバイリチャードを拝見してまいりました。ジョニーデップ久々のインデペンデント映画、上映される劇場も少なくて京都では一つしかなかったです。その劇場も初めて行ったんですけど、なかなか映画を楽しむ場所だなと、純粋に楽しめる場所だなと、あのこじんまりした空間も好きでした。もういろいろ言いませんけど、こんなジョニー・デップは初めて見ました。
この映画にかけてる思いが何かジョニーの中でいつもと違うんだろうなって。劇中ではジョニー・デップらしさもあるし、でも初めてのジョニーの方が多かったですね。素敵すぎました。そしていちいちかっこいい。やはりジョニー・デップは頂点です。これからもジョニーを崇拝していきます。KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備、そろそろエンディングのお時間です。君置きエピソードとスピスピメッセージをお待ちしています。スピークスピークでは質問や悩み相談、雑談、普通のお便りをお待ちしています。その他詳しくはツイッターをご覧ください。ここまでの時間は井上俊がお送りしました。グッバイリチャード。